えそれではただいまから IMT カレッジの講座を始めさせていただきます、えー、今日はファーティリティステリティの7月号でございますそれでは最初の論文からお願いいたします 40年前の今月 IVF で最初の字ルイス・ブラウンの誕生により不妊に悩む多くの男性と女性に新たな希望と可能性をもたらしました本号においてアメリカヨーロッパオーストラリアの IVF のパイオニアに関わる歴史をレビューしましたこれはですね最初の論文のエディターが書いたコメントですねこれはあの1978年の7月に ルイズブラウンが生まれたんですねちょうど今年が40年目のこの月ということでファティティィででは特集を組んでおりますそれでイギリスでこの ARTIBF が生まれたんですが同時に1年ほどおいてオーストラリアで誕生しそしてアメリカでジョーンズ・インスティテューが中心となってですね またまた高まり世界に広がったという歴史があります。この論このジャーナルではそれらの世界のですねパウニアのどういう歴史があったかということを特集しております。それでは次の論文をお願いします。 1978年7月25日、体外受精による最初の辞が誕生しました。それは新しい医学の幕開けでもありました。IVF という新しい医療技術は瞬く間に世界の国々で実施されるようになり、不妊の問題を解決したいと望む1000万人以上のカップルに親となることを実現させる機会を与えることになりました。 1935年、ピンカスとエンツマンは卵子の第一成熟分裂が受精に至る第一段階であると報告しました。エドワーズらを含め、いろいろな研究者が卵子の成熟と受精に関する研究を行いました。その結果、M2 期の卵子のみが受精し、その後分割するということも確認しました。 乱角砲の崩壊は最大24時間までに引き起こされ、移動期には25時間から28時間を要し、M1 期は36時間から43時間、さらに M2 期に至り、第一極体の放出は36時間から43時間という調査結果を報告しました。 エドワーズとステップトーは1968年初めて王立医学会で出会いましたその後ステップトーは人の卵子の成熟と受精に関する研究を始めました1977年 LH サージ後26時間で腹空腔鏡を施行し採卵が試みられましたエドワーズは8細胞期に達した時点で移植を試みていました レズリーとジョン・ブラウンの肺移植は1977年11月12日の深夜に行われましたその結果初めての IVF による妊娠が成立しましたそれが今日の ART の幕開けとなりましたがその背景には多くの出来事がありました、はい、この1978年に最初の IVF のうちが誕生したわけですが しかしそれよりももう数十年も前からですねこの IBF に関わる医療技術に関わるいろんな問題の研究が始まっていますでそのいろんな人が携わっているんですが最終的にこのエドワーズとステップトがこの人の対外人に成功したんですがその前にですねエドワーズは非常に基礎的ないろんな研究をしております。 例えば受精の、受精に必要な卵子の条件だとかですね、それから採卵して、未熟卵を採取して、G ブキランを採取して、どのぐらいになったらブレイクダウンが起こるのか、そしてどのぐらいになったら M1 機卵、M2 ランに至るのか、どの時期になったら受精が可能なのかというようなことを詳しく調べております。まさに我々が今やっているような体外成熟の ことに関してもその頃詳しく分析されていたということなんですね。でその後1978年にルイズ・ブラウンが誕生し79年にはオーストラリアで字が誕生しております。でオーストラリアは卵子の肺の,肺の凍結保存などいろいろなその関連技術が随分進歩しました。それはオーストラリアのですね ウッズというモナシュ大学を中心にした研究グループがです、ね、いろいろな研究をやったということですね、そのプロフェッサーウッズがいい研究をたくさんしたで、またアメリカにおいてもジョーンズがです、ね、非常にいい研究してそれを発展させたという歴史があります。ここの論文にはそういういいいいい詳しいことがいろいろ書いてありますね はい結です、それでは次の論文をお願いします人における体外受精の発端は1968年のオーストラリアの動物生殖学会のネイル・ w、モアの発表に遡ります。一方モナーシュ大学のカール・ウッズは卵管性不妊の治療法としていろいろな研究を進めていました ウッドはメルボルンのクイーン・ビクトリア病院で研究グループを立ち上げ、マウス、ラット、カト、およびその他の動物で有効とされる IVF の技術を人にも活用できないかと考え研究を始めていました。1973年、ウッドらは人に IVF を試み、初めての性科学的妊娠の成立に成功しました。オーストラリアの研究チームは多数のランプを 発育させるために HMG による刺激に注目し、HCG 投与後の採卵の際には腹空鏡を用いる戦略を試みました。いろいろな批判も受けましたが、ウッドは他の動物で成功しているのだから、人における IVF も可能であると楽観的に考えていました。 1978年、エドワーズ、ステップトー、およびパーディーは IVF に成功しましたが、それがオーストラリアのチームを刺激しました。1979年、メルボルンのチームは自然周期で IVF による最初の妊娠の成立に成功しました。 1979年から80年に実験によって妊娠の成立には刺激周期が望ましいということが示されましたその結果は1981年ベルリンで開催された世界ヒト生殖医学会でトラウソンによって報告されました また、卵巣組織の凍結保存も試みられるようになりました。これが将来、がん患者や放射線療法、化学療法を必要とする患者において、妊用性温存のきっかけとなりました。また、モナーシュ大学では IVM や顕微受精の研究も始められました。 当初人の肺は2細胞から8細胞期で子宮に移植されていましたその後人の肺はインビトロで肺盤胞まで発育することが知られるようになりました、はいえー、これはオーストラリアのこの IBF の発展の歴史ですねウッドが中心となってモナシダークのグループと研究されたさうした経過が詳しく書かれています 今も当時の方法がそのまま利用されているものもありますし既に破棄されたものもあります。しかしこのようなパイオニアによって現在の IBF の歴史が作られたということで非常に興味深い論文でございます。 PCOS 患者においてインスリン抵抗性は抑つと独立し強い相関を示すことが明らかとなりましたインスリン抵抗性は生理的なメディエーターとして作用している可能性があります今回の知験は抑つ気分とインスリン抵抗性の相関に対する確かな根拠となるものと思われます インスリン抵抗性と抑つ気分との相関にどのようなメカニズムが関わっているのかまだ治療となる標的を明らかにするためにはさらに研究が必要です PCOS の患者さんのごく一部ですね一割ぐらいでしょうか抑つ症状が強くなると報告されています PCOS の患者さんは肥満を伴うことが多いそれから多毛を伴うことが多いですね。そういうような ことのほかに心理的にもいろいろなネガティブな影響を訴えるものも多いそれでそれを抑うつは何と相関するのかというと考えてみますとこの論文ではインシュリン抵抗性フォーマー IR ですね f ー m a インシュリンレジセンスが相関しているというんですでそのなぜそういうふうなインシュリン抵抗性いわゆる 演習の危機が悪くなるという状態がこの抑うつ抑を引き落つかというメカニズムは分かっていないということですねこの PCOS というのはいろんな病態いろんな症状をと相関する非常に難しい疾患であるということが言えると思います 妊娠糖尿病はその母親から出産した女児において思春期の発言を更新させるのではないかという結果が得られました母体の1型あるいは2型糖尿病と女児の思春期の発達との間の相関は認められませんでしたまたいずれの母体の糖尿病も男児の思春期の発達との間に相関はありませんでしたこの妊娠糖尿病という特殊な状態が その胎児が女の子であった場合その胎児に影響を与えるんですねこれはあの遺伝子というのは父親母親からこうもらいますけれどもその同じ遺伝子であってもその発言のパターン就職のパターンが異なってくるんですねその体内の環境によって異なってくるいわゆるエピジェネシスというような遺伝子の機能を 変化をさせるようなものが起こるでおそらくそういうものがその女の子であれば出産後思春期が母親が妊娠糖尿病であれば思春期が早く来ると例えば陰謀の発達が早くなる乳房の発達が早くなるという月経が少し処刑が早めに来るとかそういうような現象を起こすんじゃないだろうかと考えられていますでちなみに母体が1型糖尿病2型糖尿病 である場合そのような変化は起きませんまた自が男児の場合男児の思春期の発達にはこのような母体の妊娠糖尿病は影響を与えないということでございます。でこの、えー、妊娠糖尿病と女児の思春期の更新ですね早めに思春期が来るという現象なぜそういうふうになるのかということはあーはっきりはしておりません。 男性の加齢は、性育所見にネガティブな影響をもたらすという結果が得られ、特に非健康的な問題を抱えた男性でで顕著でした、はい。40歳未満と40歳以降に、定期職員を調べてみますと、40歳以降の方が少し悪いんですね。 しかも40歳以降で男性に健康上の問題例えば肥満があったり、えー、お酒を飲んだりタバコを飲んだりというようないろんなネガティブな生活様式があればその影響が少し大きくなるというようなことらしいんですただそ少しその精密にこう比較してみるとですね精液所見また傘による精液の分析の差を認められるんですがそれが臨床的にどのような意義があるかということは ま,あまだよくわからないということで,です、ねえー、しかし、は確実に性域処刑を悪くすするといいう論文でございますサブスペシャリティの訓練を受けた泌尿機械に、増加傾向が認められますが、一般泌尿機械からアンドロロジー専門家が男性不妊に対する手術を行う例が増えてきています。 この泌尿器科のちゃんと教育を受けましてその研修医を言って修了していろんな資格を取るます、ね、専門医になります。しかしその時さらにもう一歩進んだですねサブスペシャリティというそのアンドロロジーの専門家になって生殖医学の,の方の治療に携わるという人は少し増えてきています。そそしてその 特にその泌尿器科領域で生殖に関わる問題として、制作静脈瘤の手術とか、精管の再噴合術だとかあ、いろいろありますが、そういうものも専門家によって行われる、サブスペシャリティの医師によって行われる割合が少し増えてますね。で、これからもですね、ART がこう進歩していきますから、そのサブスペシャリティの泌尿器科が増えるんじゃないかと思いますね。 えー、ただあの、サブスペシャリティなくてもです、ねえー、その精巣精子の採取だとかです、ねえー、いろんな手術を行うことは行っているんですね。だけど、この難しい手術は、サブスペシャリティの医師が、えー、関わる頻度はこれからも増えてくるのではないかと思います。LNG、IUD を試みたとしても、卵巣刺激の結果に影響を及ぼさないことが明らかとなりました。 レポノルゲステロールという応体ホルモンが子宮内に存在する。ほんのわずかですが、子宮内に存在する。これはレポノルゲステロール IUD を使用している女性ですね。でそういうような女性に卵巣刺激を行った場合、何かそのホルモンが超酸卵巣刺激の結果に影響を与えるのではないかということで調べてみました。しかし、その IUD はこの採卵数だとか卵巣の反応性だとか、 成熟卵の割合とかそういうことをいろいろ調べたりまた対外受精の臨床結果も調べてみたんですが影響はなかったということですからまあその意義に関してはですね、えー、IUD を,を,を,を挿入している人は妊娠を望んでいるわけではありませんからこのただ場合によって IUD を入れている人がドナーとなった場合何か影響あるかというような疑問を持つかもしれませんけれども IUD はデボノルステロゲスロール IUD は 卵子にも影響を与えないということですから安心してどんなになれるというようなことも言えると思います凍結誘拐肺移植を受けた患者において肺板法移植の方が分割期肺移植より生児出産率は上昇しましたしかし二軍間で収産期に関わる臨床結果には差は認められませんでした、えー、凍結誘拐肺板法移植はですね それは、廃盤法の方が文化的肺よりも妊娠率は高い、生治出産率も高いということは、大体コンセンサスが得られると思います。で、それじゃ生まれた子どもにとって、主要産期の低出生体重児だとか、いろいろな分娩出生相談とか、いろいろ調べてみてもです、ね、ネガティブな影響はないということなんですね。安心して廃盤法移植 凍結誘拐法移植が試みられるということを示唆するデータでございます移う性の評価に加え、廃盤法に到達するまでの速度、廃盤法の形態は、移植に適した良好肺を選択する上で、極めて重要な指標となることが明らかとなりました。法に到達すするままでの時間と言いますとい デイ5で廃盤法になるのか、拡張機廃盤法になるのか、デイ6で拡張機廃盤法になるのかを比較したんですね。で、同じ良好廃でもあってもですね、デイ5の方がデイ6よりも臨床結果が上回るですね、妊娠率も高い、性質産率も高いということになります。で、えー、少し形態がやや不良、平均的なものを デー5とデー6で比べてみてもやはりデー5の方がいいんですねただ質が非常に悪いものになりますとデー5とデー6では差はなくなります,です、ねまあ、一般には良好肺を移植するわけですからデー5で移植した方がいい臨床結果が得られるということですねこの肺の肺盤方までの発育に要する期間が 臨床結果にも影響を与えるという論文でございます反復着床障害の患者において慢性子宮内膜炎が認められた場合抗生物質による治療を試みることにより IVF の結果を改善できる可能性があります IVF へ進む前に慢性子宮内膜炎が治癒していることをコントロールのバイオプシーを施行することにより確認しておく必要があります この論文では反復着床障害の患者に慢性子宮内膜炎が認められたとそれに対して抗生物質を投与しそれでその後再度子宮内膜を調べたところ慢性子宮内膜炎は治癒していたとそうするとその患者さんは慢性子宮内膜炎を有していない患者と同じような臨床結果が得られたということなんですただですね慢性子宮内膜炎の診断というのはですね この人によっていろいろなんです論文によっていろいろなんですで。組織の培養をやってみる、または形質細胞の運を調べている、また形質細胞を免疫組織学的に調べている、ですね、それからサイトカインのレベル、炎症性サイトカインのレベルなどでこの慢性子宮内膜炎を診断しています。そそしてそれらをみんな あ慢性子宮内膜炎のマーカーになると言ってるんですが、それらは必ずしも一致しないんです。だから今までのいろんな報告のレビューをまとめ、まとめえー、研究をまとめ、レビューしたとしてもです、ね、果たしてその結果はそのまま信じていいかど,うかどうかということに対してちょっと問題があると思います。まあ、この論文においては、慢性子宮内膜炎と診断された場合には、 抗生物質を投与しその治癒を確認してから IBF すなわち排移植を行った方がいいという論文でございます。 範移植を試みた IVF 周期において、1塩基多形を利用した PGTA を施行することにより、母体年齢のネガティブな影響を低下させることができました。また、単一範移植から得られた臨床結果は、2個範移植から得られた臨床結果と統計的優位差はありませんでした。したがって、単一塩基多形を元にした PGTA を施行する際には、単一範移植が進められます。 この24個の全ての24種類のですか染色体、常染色体22だから44ですね。で、性染色体が2個。それを全てこの PGS、昔は PGS、今は PGTA と言われますが、それでスクリーニングしたと。そうしますとですね、その 正常な染色体と反対されたものは非常に妊娠率が高い、そして2個肺移植と1個肺移植比べると差はない、だからあ染色体を調べた場合には、1個肺に、えー、限定して肺移植を行うべきだという論文ですね、それによって多体妊娠なども回避することはできるし、妊娠率は損なわないといういい結果が得られるとする論文でございます。 チョコレート農法を有する女性において血中 AMH は進行的に加工し健全な女性より加工速度が速いという結果が得られましたこのチョコレート農法を有しているものと有していない女性と血中の AMH を調べますとチョコレート農法を有している方が低いんですねそしてそれを何週間か置いてまた血液を取って AMH 調べてみますとその間に AMH が チョコレート農法を有する女性では加工しているというんですねだから AMH はその全地を低下させる作用と一定の期間を置いて AMH を低下させる2つの影響をもたらすということなんですですからチョコレート農法この場合は平均 4cm ぐらいのチョコレート農法と書かれていますけど そういうような場合には少し乱歩の形成などにネガティブな影響を与えるということを考えておいた方がいいということになります。今回、初めて子宮内膜症群と非子宮内膜症群でソニックヘッジホグ信号経路の活性化に差異が存在することが明らかとなりました。 このことは、S.H.H. 信号経路が子宮内膜症の診断に有用なマーカーとなる可能性を示唆するものです。このソニックヘッジホーグ、ヘッジホーグってハリネズミという意味らしいんですね。で、このソニックヘッジホーグっていうのは、この遺伝子はですね、あの生物が体のいろいろな臓器、えー、それから手足、頭とかですね、その方向性を決めるための有用なもので。 もしこれ遺伝子がなければですね、えーあのー、きちっとした形態が得られない、だから正常な形の動物、場合によっては人間も含めてでしょうけども、そういうものを得られないという重要なものです。また、この遺伝子は腫瘍の発現にも関わっているというふうに考えられています。で今回はこの遺伝子を調べたところ、 子宮内膜症の患者において、このレベルが上昇しているということが分かりました。で、そのソニックヘッジホッグという遺伝子と、その信号系にかかる数種類の遺伝子、それらが子宮内膜症の予測因子になるのではないかという論文でございます。 今まで報告されている文献を調べたところ、複合否認薬による処置は、子宮内膜症が関わる月経困難症、骨盤痛、性交痛の改善に有効であるという結果が得られました。しかしそのような結果を支持するデータの質は不良でした。 複合非認薬による治療が全体として他の薬剤と比較し優れていると結論付けるための十分なデータは得られませんでした複合ホルモン剤とその他の薬物療法を比較するためにはさらに質の高い研究が必要です、はい、この子宮内膜症に、えー、その子宮内膜症っていろんな疼痛もあるし骨盤痛もあるし性交痛もあるしとい,ういろんな あえー、問題を引き起こす疾患ですが、えー、これに対して複合ピルがが有効だという論文がありますしかしその今最近は黄体ホルモン療法がいい GNRH アゴニスト療法がいいですね、えー、とかいろいろなあ治療法が報告されているんですがその有用性を比較した論文を調べてみますとですね必ずしも複合ピルがいいという結果は出ていない。 ですね、研究の質が悪いものですから適正な評価が行われていないということなのでさらにこの複合ピルを用いることによってどのようないい結果が得られるかということは再度デザインのいい研究で比較してみる必要があるとするのがこの論文でございます。 使溶性造影剤を用いて子宮卵管造影を受けた女性において水溶性造影剤を用いて子宮卵管造影を受けた女性と比較し継続妊娠率は優位に上昇するという結果でした流産や子宮外妊娠に対しこれら2軍間で差を認めるということを支持する十分な根拠は得られませんでしたこの 子宮卵化造影をやるときにです、ね、われわれは昔はよく使用性造影剤、リピオドールなんて使っていたんですね。最近はです、ね、リピオドールというのはお腹の中に長くとどまっていて、その用度がお腹に存在することによって、将来、えー、あ臨床的甲状腺機能低下症が引き起こされ、そ,のそれがです、ね、児の精神発達にネガティブな影響を与えるという論文が出たものですから、えー、使用性造影剤を使わない傾向があります。 だけど実際にはです、ね、不妊症の患者さんに使用性造影剤を使って、それらのような問題が起きたという報告はあまり論文でないんですね。ただ、あそ,のそういうことは危惧されるということなんですね。しかし一方です、ね、臨床結果を見ますと、使用性造影剤の方が妊娠率高いんです。えー、特に子宮卵管造影をやって3か月、ないしは6か月の時点で調べると高い。 1>, まあ1年とか2年のレベルで調べてみるというわないというんですが、早期に妊娠を望む女性は、使用性造影剤を使った子宮卵管造影を受けてもいいのではないかというふうに思われますですね。しかし、日本では、水溶性造影剤を使う施設が多くなってきているのではないかというふうに思います。 PCOS と抑うつ症状を有する肥満あるいは肩体重の女性で、8週間にわたり週に1度の認知行動療法と生活様式の変容を促す対応を試みた群で、生活様式の変容を促す対応のみをも試みた群と比較し、体重減少率は優位に高く、QOL の改善も認められました。 これらの介入は実験的ストレスに対する自律神経の反応性の低下と相関し認知行動療法体重減少およびストレスに対する反応性の変化の間には関連性があることが示唆されましたこのですねこの論文はちょっとあの対象とする症例が非常に少ないんです十名とか二十名とかそんなレベルなんですねしかしその結論はですね単なる 生活様式食事をしなさいとか運動しなさいとかってそういうような生活指導だけじゃなくてですね認知行動療法という一定のパターンに沿ったカウンセリングによって対応することによって体重の減少率は大きくなるしそれから QOL が良くなったと訴える女性が増えるというんですね。ですからこの PCOS と抑うつ を見た肥満女性においてはこの体重の減少を促すための生活様式の変容と同時に、えー、認知行動療法を専門家に依頼してこの行うというのは一つの選択肢になるのではないかと思われます。 セルシート移植法により子宮内膜の損傷を起こしたラットにおいて損傷の修復を図ることができ正常子宮内膜ラットと同様に妊娠成立が可能であることが確認されました子宮内膜セルシート移植法を用いて子宮内膜異常を有する女性において子宮内膜の再生が子宮性不妊の新たな治療法となる可能性が示唆されました この子宮内膜着着症っていうアッシャーマン症候群のようなものを治すの非常に難しい。そこでですね、この細胞工学っていうんですか、子宮内膜の上皮細胞と子宮内膜間質細胞、それをシート状にして、上皮細胞、その下に2層の間質細胞からなる、3層からなるセルシートを作ったんですね。それをマウスの一部の子宮内膜を除去したところに、 移植したと。そうしましたらですね、その部分で妊娠が成立し胎児の発育を見たということなんです。だからこれからはですね、こういうようなのは人にもセルシートによる子宮内膜の再生術というのが試みられる可能性があると思います。 ノーツ・卵管・再粉合術は、伝統的な膣式手術と併用する術式で、高窒塩害を切開し、卵管閉塞を切除した後、単単粉合を施行する方法です。この方法は単一のジェルポートで実施することができ、一般的卵管・再粉合術の代替法となるものと思われます。 このですね、あの女性は誰でもお腹を切開して手術を受けることは好まないですね、そこは地図式手術ですと傷が残らないということで、えー、この地図式手術を用いて、この地式に腹腔強化手術のような操作をして、卵管閉鎖を修復したという実績です。非常に面白い実識なんですが、ちょっと技術的に難しいんじゃないかなと思いますけれども。 まあこれからこういう実績も一つの選択肢になるのではないかと思われます子宮移植は絶対的子宮因子が関わる不妊と判定された患者に行われる新たな手術的治療法です死亡したドナーから子宮を採取する際の各段階操作について継続的に修練を重ねる必要があります 絶対的子宮不妊の女性に対し安全で有効な方法として倫理的な問題も回避し実用化を図る必要がありますこの子宮の欠損している女性が子宮を得て移植を受けて自、えー、を出産するという例が報告されています。しかしかですね生体 えー、その元気な女性から子宮を適し、移植するというのは非常に抵抗があります。そこで、この死亡した女性からですね、えー、そ,のその死亡した女性がドナーになっていただいて、まずその子宮の取り方とか、いろいろ修練を重ねて、技術を積んで、えー、そして場合によっては、えー、死亡した直後の女性からの子宮を得て、えー、子宮移植を行うこともできますね。 将来そのようなことを図ることによって、えー、倫理的にもお難しい問題を回避することはできるんじゃないかという論文ですね。これはあのおー YouTube に載ってましたので、どうぞ先生方でアクセスして見ていただきたいと思います。これで今日のですね、ファーティリティアンセリティの七月号の論文はあのご紹介を終わりました。もう一先生方でこの七月号の論文に関して何か情報を欲しい。 というようなことがありましたらどうぞ私ども国際医療技術研究所にアクセスしてください何か資料を先生方のどの資料を提供することができると思います。それではは今日はどううもありがとうございました